こんばんは。スタートミーハップ。こんばんは。8回目。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。ということで、じゃあ自己紹介を鈴木さんからお願いします。はい、あ、そうでした。私、鈴木聡と寮の鈴木聡でございます。よろしくお願いします。地域エルフのガッツでーす。そして、本日のゲストは、ブルホン詩人ユヨン堂さんの店主でいらっしゃいます山田さんにお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。山田さん、じゃあご紹介をお願いします。はい、新潟市西区内の町の古本屋、古本詩人ユヨン堂の山田雅史と申します。ユヨン堂は2019年 の、 あの7月の7日七夕にプレオープンして、まもなく2周年を迎えます。その記念にもなるので、あの本日はさせていただきました。こちらこそよろしくお願いします。ということで、カンカラの三振を見てくださってる山田さんですが、あの実は、はい、僕と山田さんは、うん、結構長いね、あのお付き合いで。そうですね、ちょっと間が空いてきましたけどね。そうですね、うん、はい、かれこれ何十年本当に学生の時に、はい、お世話になって以来、はいはい、山田さんが、音楽をやられてる時も、まあ今もね、やってらっしゃるんだけど、うん、時もいろいろとお世話になって、うん、ということで、ユヨン堂にもね、何度か遊びに行かせてもらっている感じでございますが、鈴木さんと山田さんは、はじめましてということで。はじめまして、一回お客さんでふらりと言ったことがあります。噂を嗅ぎつけて、ありがとうございます。ということで、そうですね。行った倉庫。ポーカーとね、あの、しおりがついてくるんだよね。ね、そう、うん。見えるかしら。こっちかな。ユヨン堂、かわいいね。かわいいですよね。ね、はい、はい。やたら配りまくってる。いいじゃん、いいじゃん。そうなんです。じゃそんな3人で8回目、乾杯でもいきますか。あ、そうですね。はい。ではでは。カンカラ三振がちょっと手元でちょっと置かないと。よいしょ。というわけで、この時を待ち望んでおりました。ああ、よかったよ。ああ、もう見えてない。はい。あ、見えてるよ。出ました、オリオンビル。ああ、ほんとだ。はい。そう、それでカンカラ三振を持ってるって。沖縄の方ですかというね、はい。仕込んでるわけ。では、8回目、よろしくお願いします。お願いします。乾杯。じゃーん。あ、開けてない。すいません、開けます。はい、恒例の僕のお飲み物タイム。今日はヤヒコのビールです。ヤヒコビール、洋なし、ヤヒコ洋なしエールというものでございます。最近できたんだね、ヤヒコがね。どうですかそれ。俺飲んでみたかったんですけど、美味しいですか。美味しい美味しい、すごいね。これラベルもすごい手作り感があってね、すごくいいのよ。っていうところですよね。そう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 、あの地ビールというかクラフト。そうですそうです、こないだ行って、まあ、行きたくてたまらないんですけど俺も行きたいです。あの普通の酒屋ですよ。あれですね、お店に卸してます。いやわかんない、卸してないかもしれないよ。あの、まあ、そこのお店に行ったんだけども、うーん、少なくともスーパーには並んでない ね、 ね、見たことないですよ。そうそう、見たことないですね。なんかね、もともと普通の酒屋なんだけど、そこが始めましたみたいな雰囲気でしたね。じゃじゃん、美味しいです。この洋なしエールの他にね、ここに転送して来ないですかね。これキャット。来ない来ない。ないはいどうぞみたいな。このうちなるかな。なるかな。すごいですよね、そんな時代は。ね、じゃあということで今日は
山田さんは、はい、お店のゆよん堂の方から配信をしてもらってるんですけど、はい、ゆよん堂です。どうですかね、じゃあ山田さんのご自身の活動ということで、はい、ゆよん堂を、まあ、始めて、うん、2周年になるのかななんてさっき話してたんですけど、はい、お店についていろいろお話しいただいてもいいですか。はい、あ、お店について、いいですよ、はいはい、あ、いいですか、うん、まあ、あのお店のなんだ、あの、まあ、なんでこのお店を始めたかっていうところからちょっとお話ししたいです、はい、なんかあの結構なんていうのかな、まあ、これまでの人生でこういろんなその文化だったり音楽だったり、芸術だったりいろんなこう知識を詰め込んできたんですけど、あの自分の自習によって、うん、あの自己学習によってそれでそういうものを、まあ、あんまりこう会社にいてもねあんまり役立つ知識はなかったなと思うんです、で、まあ、それらをこう使って、まあ、人々を楽しませで、まあね、人々の生活がちょっとでもあのなんか良い影響が与えられたらなということでお店をやっておりまして、うん、で最終的なところではそのまあ古本屋ではあるんですけど、まあ、独自の文化を作るっていうことが目的で、あとは、まあ、アーティストミュージシャンとか絵を描く技術の人とか、まあ、いろんな詩の人とかの活動を少しでもサポートできればということでやっております。あの場所があるっていうのは、まあ、そういうこともできるわけだから、やってますね。なんかあれですもんね、ゆよん堂行くと本だけじゃなくていろんなもの置いてますもんね、扱って、雑貨類もあるし、 今は CD もあるし、あとはその絵とか詩の展示みたいにそういう展示も行っているので、うん、そういうなんかこうクリエーションとか作られ、あの作ってるものがこう見られるっていうか、そういうこう、うん、あの今現在進行形で作ってる人の息吹が感じられて、うん、まあ、自分もやってみようかなって思う人が増えていけばいいなと思って、それによってその文化がこう形成されるのかなと思って、はい、やっぱ山田さん本一応メインで、うん、ね、古本やってるから本扱ってるじゃないですか。そうです、本は好きなんですか。本は好きです、ね、はい、なんか本好きすぎて逆になんかそのいい本がこう買い取りとかで来ちゃうと読みたくてどん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 こうキープしちゃうんですよ、本当は良くない。ああ、なるほど。本当はそういう本こそどんどん売らないといけない、読みたいなって本が本当に増えちゃって、お店始めて2年間で、あ、こんな本あるんだなって、俺がむしろこうなんかよりこう本が好きになっていきますね。これやってると結構買い取りとかも やってるんですか。買い取り、まあまあまあそんなにあの頻繁ではないけど、まあまあ、あのお持ちいただければ基本的に買い取ったり、なんかいろんなものと交換したりして、山田さんのね、その何だろう、人を受け入れてくれる、それもあったかいお店ですもんね。なんかゆよん堂さんはどうですかね。まあ、うん、どうですかね。みんなこうなんかゆよんって感じにするのが目的ですよ、基本的には。ゆよん堂のゆよんってどっから来たんですか。ゆよん堂のゆよんは、あの、あ、今日これあの総武 T シャツを着てるんですが、出た総武 T、 詩人の中原剛也っていう、あ、あの詩人の T シャツですよ、うんうんうん、あのこれを着てるんですが、中原剛也 あのサーカスっていう詩があって、あの、ま、サーカスって書いておりまして、あのゆあんゆよん、ゆやゆよんっていう、そういうこう擬音本語というかオノマトペが使われてるんですね。ユアン、ユン、ヤ、ユン。で、そのユヨンから、あの、まあ、ユヨン堂は、あの、取ったんですけど。なるほどね。うん。こう、なんていうか、うん。山
山田さんあれですよね、中原ゆやさんの詩にメロディーつけたりしてますでしたっけ、一回。そう、あの結構昼夜シリーズっていうのがあって。ありますよね、昼夜の詩に誰にも頼まれてもないのにこうメロディーをつけて自分で歌うんですけどあの歌うってレパートリーは結構いっぱいあるんですよ、うんうんうん。でまあ、自分のそのリオンドのインスタでインスタライブにちょこちょこ歌ってるんですけど、サーカスも歌ってるし、いくつもあの昼夜の有名な月夜の浜辺とかそういう詩も歌ってて、うん、だからそうやってそのずっと、まあ、昼夜の詩とこうずっとこう付き合ってるわけですよね、うん、なんかその歌うということはあれ歌詞になってるんですか、違うんですか、普通の詩なんですか。歌詞になってますよ。あ、歌詞にして歌ってるって感じ。へえ。ああ、なるほど。はい、今日ちょっと多分いきなりか後日いただいてもいいですか。ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ。うん。まあ、もうちょっとこう補足をすると、うん、あのまあ、サーカスっていうのがもうその詩自体が一種のコンセプト、お店のコンセプトになっていて、ヌヨーンっていうこうサーカスのような驚きだったりそういうこうきらびやかなイメージだったりそういうのを与えて、あの創造性を刺激できたらなってことでやってるのと、あと見せ物小屋っていうサーカス、まあ、そういう呼び方もあるので、あのほらほらこれがこんなものもありますよって感じで、みんなものをこう見せる、お客さんに見せて、あの発見だったり驚きを与えたり、サーカスする古本屋って感じでこう紹介してます。はい、サーカスしていいっすね。そのコンセプトがすごいぴったり、うん、おっしゃってることがぴったりハマってる、あれですよね、箱の中ですよね。俺何回か、うん、遊びに行ってるんですけど、すごく思います。なんか本当にこうサーカステントみたいな感じのイメージでもあって、なんかこう何やってるんだろうって感じまあでも ライブハウスとかね、昔からやっぱ好きで、多分そういうものの影響もあると思うんですよ。できた、来ましたよ、このライブハウスに。音楽好きなんですよ、山田さん。だからなんかね、ライブをやってるって感覚もあるんです、毎日こう店を開いて本当に歌っちゃってる時もあるんですけど、なんかだから本も好きだけど私は音楽も好きな人って思ってるのに、ね、うん、山田さんはどっちの面も持ってるっていうかね、一緒の、うん、けど全部音楽の本もあるし、なんか本ってやっぱ文化だったり芸術が記録されてるものだったりとかね、だからなんかその本を売るっていうのはなんか文化をこう売ってるっていうか紹介してるって感じなんですね。ああ、なるほどな。だから本が売り物に、本だけじゃないっていうのはもう鼻からもうサーカスするって言った時点で多分そうだから、もっと広がっていけばなと。なるほどなるほど、はい、なるほどね。なんかおすすめの本とかなんかこうあったり、まあ、たくさんおすすめするものたくさんあると思うんですけど、うん、ありまするか。めちゃめちゃあります。いや、もうあのズバリ、まあ、中原中也さんですね。これ、うん、ずっと大学の時からこれ、まあ、ずっと読んでるので、この川上哲太郎編というのは一番なんかしっくりくるんですけど、これがいいです、ね。まあ、今お店にあるから。AI は学生の時なんですか、やっぱり。そうですね、大学生の頃に、まあ、バンドやってたんで、あの自分も歌詞書かなきゃいけなかったんですよ。あの自分で曲も作ってたから、その時にこう何を書けばいいんだろうと思った時に、あの苦し紛れにこう中田中也の詩とか詩集とかを手に取って、最初はそのいい歌詞を書くための勉強だと思ってあの手にしたんですよ、詩は。いろんな詩をそれでこう、まあ、もともと読んではいたけど、もっと意識的にこう読むようになって、よりこうハマっていったわけですよ。なるほどなるほど。そうそうそう、だから本当に音楽から入ってる。で、非常にこうさっきの「ゆらゆよ」みたいな音楽的な
詞が多くて、よく歌のお菓子になりやすいんですわ。他の詞に比べて。それはね、自分の詞を歌って読んでて、歌とか自分はこういうふうに歌ってるっていう自分で言ってるんで、中央は。まあ、友川一樹さんとかね、ああいうあのフォークシンガーとか、友川一樹さんとかは、中央やっぱりこう好きで歌ってるんですよ。それはなんか、それはもともと知らなかったけども、なんかいろいろ調べてたら、友川さんとかって言って、なるほど、じゃあ、知らなくなるんですよ。こうね、読みを深めていくと、いろんなとこにつながっていくってことですよね。そうですね、でも、読んでも読んでもわからないんですよ。こう、そのわからないって、その、はいはい、ずっと謎をね、20年ぐらい抱えてこう生きてられるから、それでわざわざその謎がわからないから歌にまでして、うん、こうなんとかこう近づこうとか自分の中に入れようと思って歌にしてた。ほう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 、なるほどな。なるほど。そう、こんな感じで。え、山田さん、遊園堂は今、うん、うちの町にあるじゃないですか。はいはい。どんなもんですか、うちの最近のっていうか。最近あのけどまあ四日堂の下駄屋さんとか、ね、薬局とか、まあ、古い昔ながらの店がだんだんこうやっぱ閉店しちゃってるんですが、まあ、それ残念だけどなんか若い人が、まあ、この同じ建物の並びにあの雑貨屋さんとか古着とか雑貨とかカフェのお店ができたりとか、まあ、美容室ができたりとか。ちょっと他のところでは文具店、おしゃれな文具屋さんとか、まあ、観葉植物の店とか、まあ、いろんなところに、うちのエリアに新しいお店ができてるので、増えてますよね。うん、なんかその、なんだやっぱり変化してるなって感じ。なんかこう結構発信する人が集まってきてる感はすごいあるなって私も思うんですけど。そうですね。あと美容室のサミットさんとかね、駅前。はい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 。あの人たちも結構あの音楽だったりとかいろんなファッションだったり文化が好きだから面白いですね、発信がね。なんかこうね、日本の街からそういうカルチャーができてくるとすごい面白いなと思って。やはりあのなんかね、その地元の方が多いのかしら、うちのの人が多いの、そのうちので商売してる人って。そうでもないっぽいですね、案外。うん、半分半分くらいっていうの、むしろ地元の人が少ないのかも。ああ、そういうことですか。うん、まあ、かも。なんかうちの外から来てうちのいいなって感じで。ああ、なるほどね。かもしれない。なんかうちのってさ、俺さ、まあ、さ私最近行くようになったんですけど、うん、あの僕あの隣の村に住んでて、僕境は村なんですよ。要はうちの町ってあれじゃないですか。新潟じゃないじゃん、もともと。独自な感じするんだよね、なんか街歩いてても。なんとなく。なるほど。そうそう。新潟市じゃないんだなっていう感じで。だから、うちらのその境は村ともちょっと違うっていうかさ。なんかそういう。どんな感じがしますか？なんか雰囲気が違います。要は、なんて言うんでしょう。その街で完結してるんだよね、やっぱり。多分ほら、まあ、今でこそないかもしれないけど、魚屋があったりさ、八百屋があったりとかさ。あのうちのの通り一本で酒屋があったりとか言って、うん、うちの町で結構完結してる感じがあって、あ、なるほどなと思ってね、という印象が最初ありました。素敵な結構ね、あの、まあ、進化はできてから200年ですけどね。あの進化とかいろんな要因で結構栄えた時期があるんですわ。あ、もっとね、古本屋とかお店もバーッとこう、あった時期があるらしくて、あの、50年代、60年代とかね。ああ、そういうことですか。映画館まであったって話なんで。うちの。そうなんですか。だから結構、うちのからもう出ずに、本当にもう何でも手に入って、ね、全然不足がなかったみたいな。多分そんな感じしますよね。あとは、うん。これっていうあれだけど、こう遠藤実とかね、そういう作曲家とか、ああ、そうですね。あと藤沢秀とかね、あの
そういう小説家、芥川賞作家も出てます。へえ。すごいんだな。1万もありますしね、1万も。スーパー1万ね。いや、そこ結構大好きなんですよ、私。美味しいですよね、魚も美味しいし。うんうんうん、な何を買いますか？惣菜、惣菜。うん、気が利いてるんですよ、惣菜が。気が利いてる、うん、気が利いてる。あの、要するに、魚屋じゃん。よ、多分、もともと魚屋の気がするんですけど。はい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 、あの魚のさ、その惣菜がすげえ気が利いてるんですよ。気が利いてるのは美味しいってことですか？美味しいこと、あの手が込んでるっていうか、さりげない酒飲みのなんかなんつうのつまみがあったりとか。ああ、そうそう。やっぱ安いよね。いいっすよね。7時15分、15分ぐらい行くと半額タイムがあって。あ、来た来た来た。今度。半額タイムにみんなこう向かう。俺のもうなんかあ今日もあの人が行くなみたいな。今日も取ってやるぜみたいな感じで気合いっぱいに行くんですよ。俺もまあたまに行くんですけど今日も行ったし。でも行くともう泣きながら。うちのあるある。いいねそこ。寿司がうまい寿司が。ああ美味しいよね多分。お魚うまいもん、ね。寿司うまいって言いますよね。寿司うまいですね。あれを半額でゲットできたこんな話でいいんですかね。なんかいいと思います。有力有益な情報です。どんなんですか、じゃあ山田さん、はい、その有力のこれからのイベントとか、はい、なんかお店以外のことでもいいんですけど、はい、まあお店としてはというか、まあ、七夕7月7日で2周年、まあ、プレオープンから2周年ってことなので、プレオープン記念、プレオープン2周年、うん、どうもありがとうございます。まあ、その日に、まあ、まあ、自分の喉が調子よければ、インスタライブでさっきの中川中也を歌とか、出ました。リロンドのテーマソングみたいなのがあるんですよね。港の古本屋っていう、いい歌ですよね。ロマンチックな。それを歌おうかなってことで、最近なんか練習してます。めっちゃいい歌ですよね。まあ、俺聞かせてもらったじゃないですか。いい歌です。フォーティーな。うん、僕の姉もこの歌いいねって。身内がインスタライブを見てたりするから、ちゃんとやんないとなみたいな。よかったよかったって感想が来るから。一番緊張するパターンですね。これまた子供とね、一緒に見てたりするから。うん、ミルチって、あれパプリカが好きみたいな。ミルチはね、一番見られたくないですよね。いや、もうその辺も含めて、もうなんか、開き直って読むやつ。なんか、うん、だから、その港の古本屋の録音をするっていうのは、今年の夏の、目下の目標です。なるほどね。大喧嘩して、まあ、展開できたらな、いろんなバージョン作ったりとかね、三振もいいし、なんかピアノのインスタみたいになって、全部弾けない。うん、まあ、全部自分でやる必要はないと思います。うん。あともう一点すいません。あとは、8月の1日に、西関区の吉田のカフェ、トコトコっていうカフェがあるんですけど、はいはいはい、そこが自分の友達がやってて、そこ主催のトコマルシェっていうのを出店に、本当に久々に行きますわ。まあ、午前中だけなんですけど、トコマルシェ。8月1日 ?8 月1日ですね。日曜日ですっけ？これ土曜日だった気がするんですけど。8月で日曜日だね。あ、日曜ですか。うん。そっかそっか。それは本を売るの？その本を持ってきます。ああ、いいですね。とか、いつ三振ばっかりしてくるかもしれない。ああ、いいね。いいです。こういうのいいですよね。なんか、いろんなものを混ぜて。なんかその、あんまりうちのだけで、ね、完結するのもどうかなって一方で思ってるから、なんかサーカスだからもっといろんな場所に
行けたらいいです、ね、あ、サーカスだしね、そもそも、ね、なるほど、なるほど、考えてサーカスで、うんうんうん、ハウルの動く城みたいな感じでね、うんうん、なんか、いや、いいですね、空間が動いてサーカステントがボーンっていろんな数が全国巡業ができたらいいんですけどね。なるほどね。あ、でもなんかいろいろとこれからね、まだ広がりがあるっていうか、いろんなことができそうな感じですよね。まあでもこういう形でも、まあ鈴木さんとかとね、こうやって会って話せるから、うん、こういう形もまずはいいのかなと思うんですけどね。そうですね。なんかこうやってまたね、お知り合いになれると、お店に行きたくなるしね。うん。このね、スタートミーアップも、そういうふうにつながっていければなっていう、そうですね。うん、やってるので、本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。まあ、またね、2周年で、本当にこう、再スタートっていうか、そんな感じがするなっていう感じなので、本当にスタートミーアップ。俺をまたスタートさせようみたいな感じなんですよ。ねえ、また新しくね、アップしたいですね。アップしたいですね。そうなんですよね。いや、でもそんなね、あれ時間もやばいですか、そろそろ、ね、まだ大丈夫だね、あのお知らせが来てないから大丈夫ですね。 OK です、うん、そうね、あと山田さんなんか、はい、ご用意してきてくださったのがあるのでは、ではまあなんか、まあ、本当は歌いたいとこなんですけど、まあ、それはインスタで、うん、あ、そうそのまあ本の紹介でしたと中島ラモの心が雨漏りする、まあ、大学の時に非常にこう中島ラモを読んで結局すごい影響されてたんだなって最近気づいて、うん、まあなんかこのコロナ禍もあってね、あのうつ病とか心が守りしてるような人もいるので、まあ、心をこう守ってもらってきたんですよ、いろんな詩とかラモさんとか。だからそういう心を守るようなものを与えたいなっていうことで、まあ、お店もやってるし、まあ、音楽もやっぱその目的にだろうな、最近はそう思っているから、なんか、ね、どんどんやればいいかなって感じです。ラガモさんも面白いですね。あとなんか、まあ、コンポも来ますけど、音楽紹介もしたかったんですよ。紹介もまだ、あ、レコードだ。あっていきますけど、まあ、いろんなでは結構レコードで音楽かけてるんで、これコルトレーンのバラーズっていう、まあ、名盤ですけどね、バラード。これは多分日本道で一番こういっぱいかけてきたから、好きですか、まだ大丈夫かな、日本道レコードですもんね、まあでも Bluetooth でかけたりしますけどね、これは円健さんですね、円健さんと、はい、僕円健さん駒沢大学東京で住んでたことがあって、円健さんにカレー屋さんで会ってるんですよ。うん、会ってて、なんか喋ったですか、食べました、食べました、ブルブルしてました、一緒にカレー、タイカレーを一緒に食べた思い出があって、そうなんですよ、まあ、だから ちゃんとやろうって言って連結さんに言って、ちゃんとやっていきたいもんだなと改めてやる思ったわけちゃんとやろうぜって。なるほど、はい、まあ、まだいっぱいあるんだけど、まあ、こんな感じですかね。じゃあ、あとはですか、お店に行ってそれをまた、レコードを買えるんですか、レコードも販売用のありますけど、あります、まあまあ、あの今のやつは自分の下で絶対手放せない、自分用の自分用の、あの BGM の下で使うし、はい、うん、OK です。じゃあ、まあ、あのもっと鈴木さんと喋りたかったけど、あ、本当ごめんなさい店行きますよ、はい、近いからね、まあ、なんかその音源制作のことだったりとか、うんうん、ちょっとね、あの聞きたいようなことが、あ、話しますよ、いくらでも、まあ、ガッツにもね、ぜひちょっとご協力願いたいので俺は全然近いんで、いつでもプラッと、うん、行かせてもらってるんで、レゲエバージョンとかいいのかしら、あー、スカバージョンとかね、あー、それね、展開できれば、
いいですね。今度じゃあミーティングだな、一回。うん。で、何バージョンか収まったもので、音源化して、どう？やりましょう、やりましょう。ああ、いいですね。やりましょう、やりましょう、ぜひ。できたものから配信でどんどん出すけど、パッケージング化した時は何バージョンか。カラオケは。ああ、いいですね。いいじゃん。いいじゃないですか。でいいです、いいです。楽しい、そういうの。そういう。すみません、こんなダラダラ喋りでいいのでしょうか。いいんです。全然いいんです。全然いいです。だから、そうやってまずは、ね、それも文化作りだなと思って。うんうん。そうですね、なんかでも。冒頭に三振弾いてたじゃないですか。うん、沖縄の人たちは多分みんな、結構民謡歌えるんじゃないかなと思って。そうやって。みんな好きそうですもんね。なんかそういう文化があるからっていうか、なんかね、馴染んでるから。うんなるほどな。その歌だったらもう誰でも知ってるよみたいな、そういう状況で文化化してるってことなんですね。そういう曲が一曲でもあればいいですよね。素敵ですよね。そうね。同じ。うん。で、結構みんなの歌的にね。こんなこと言うのはあれだけれども、あのお店とかもやっぱりムッカリの F さんとかが閉店しましたけど、うん、永続的なものをないと思うんですよ。人もそうだけど、店もそうだし、うんうんうん、その時にこうレコードっていうか記録されたものがちゃんとこう残ってるっていうのはやっぱり大事っていうか、ああなるほど、ちょっとそれでいつでも思い出せるだろうし、空間のことだったりとか、やっぱ音楽によっていっぱい思い出すから、それ大事なんですよ。本も大事だけど、やっぱり音楽大事。確かにな。だから。ね、いろいろの床のこういう音とか、いろんなものも含めて、それも録音していきたいなと思ってて、まあ、曲の一部に使いたい。パッケージにね。でもやっぱね、一曲一曲にそれみんなのいろんな思いが詰まってますもんね。そうです。昔ね、あのいろいろ搬入堂っていうのがうちの駅前にあったけど、そのカフェに自分はいろいろ搬入カムっていう歌を作って、で記念に送ったことがあって、それはもう、結構歌い継がれたみたいな、継がれてはいないか結構でもみんな知ってるものになったので、うん、今度は自分のお店のためにそういう曲を作る、ぜひ何か協力できることがあったらさせてください。やりましょう、やりましょう。本当に、お、残り5分ぐらいですかね。5分になりましたね。じゃあ、ガッツさんコーナーお願いします。今日はそれではですね、最近チキが、新潟のライブハウスのウッディで、ライブシューティングということで、はい、ライブ映像を、2曲撮らせてもらいました。見ました、見ました。うんと、ずっと録音して、今、ちょっと細かいところみんなで調整している、完成したら、出そうと思っている、星屑メロディーっていう曲を、ライブバージョンで撮らせてもらって、あともう一曲はいつもやってるルールキャットっていう演出の曲を撮りました。ちょっとやっぱりね、こんなご時世なんでなかなかライブもねできないんですが、みんなに少しでも届ければなと思って、ウッディの YouTube のところに映像上がってますので、Twitter とかインスタでもやってますので、ぜひぜひ見てくださいっていうことが一つと、はい、あと8月の1日に、一つなんかアジアンフードフェスみたいなイベントがあって、うん、新潟でわなびや食堂っていう、バンド、あとなんだ焼き鳥屋さん、トリキンさんかなっていう、焼き鳥屋さんやってるクラッチさんがイベントやってるパーティーに呼んでもらって、はい、なんていうとこでしたっけ、お店。秋葉だよね。そうですね。後で情報を上げときますが。お願いします。駅はね、ミニマルで、やらせてもらおうと思うので。ほうほう。はい、いつもとはちょっと違った感じで、どっちかというと、レゲエ感強めの、のらりゆらりとやっていこうと思いますので、本当に久しぶりにやるので、うん、もし、よろしければ、はい、マスクして、手洗って、体調管理を
はい、確実にして来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。何年ぶりぐらい？ 2 年ぶりとかなの？もしかしてそこまで行ってない？でも去年の9月に、うん、野外ではちょっと開放的なところで一本やってるんですよ。ああ、じゃあまあまあまあ1年、まあ、1年ぶりぐらいですかね。そっかそっか、1年経ってないか、うん、去年2月9月もね。でもやっぱりやりたい気持ちがずっとあるんですけど、うん、やらないとやっぱりもうあれですね、うずうずしてくるし、うん、そうですよね、かつやっぱやってないとねっていうのは思います。やっぱ、ね、早くちゃんとできるようになるなりたいなとは思うんですがね。ということで地域ちょっとずつ動き出しがあるので、ぜひぜひまた、ね、よろしくしてもらえればと思いますので、よろしくお願いします。本当のガッツさんが見れるんだそこで。いや、あの何も変わってませんよ。ここと全く一緒です。はい、歌ってるし。あ、そうですね、うん、でも歌っているよりも喋ってる方が多いかもしれない。、はい、そんなですね。そう、山田さんのイオン堂にムーミンがいっぱいあるんで、うん、本当だね。かわいい。並びまくって。俺もムーミン好きなんですけど、いい話ですよね。はい、じゃあ、そろそろ時間が終わりなので、次回は7月。次回の、うん。はい。次回は7月23日、ゲストはクリエイティブディレクターの平田英二さんです。よろしくお願いします。いい回になると思います。ということで今回が8回目そうですね、ずっといろんな人とこう紡いできましたが、はい、のんびりとたくさんの人とつながっていければなと思いますので、はい、ぜひぜひまたよろしくお願いいたします。お願いします。今日どうもありがとうございました。山さんありがとう。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。山田さんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。また来てください。